んにちは。こんにちは。アートナーファミリーです。今回はワークマンプラスに行ってきたので、そちらの購入品ご紹介していきたいと思いまーす。みんなで撮るの久しぶりだね、こういう。だね。4人で久しぶりだよね。うん。そんにー。あ、まだ早いか。何にも話してない。まだ早いね。はい、ということでですね、今回は、キャンプやアウトドア、冬ってね、結構寒いんで、防寒着だったりとか、そういうものを買ってきました。はい。でも、物が少なかったもん。そうなんですよ。もう1月の終わりだから、ただセール品もあったりして、ね、お買い得なものもあったりしたんだけど、やっぱりもうシーズンが終わるから、ちょっと物は少なかったよね。ですね。はい。ということで。行きたいと思います。行きたいと思います。はい、まず誰から行く？じゃあ、俺から行こうか。オッケー。オッケー。パパは、はい。買ってきたものはこれかな、こちら、はい、パパさんの買ってきたのはこちら、マイクロウォームパンツです。要はダンパンってやつですよね。これダンパン、今まで2本持ってたんですけれども、サイズがですね合わなくなっちゃったんだよね。そうなんだよね。そう、今まで履いてたのがちょっと大きくなっちゃって、で要はブカブカになってしまったもんですから、痩せたから痩せたからそこ重要、はい、なんで、サイズを一つ落としてね買ってきました。見た目はですねこんな感じの、デニムカラーっていうんですかね、デニムっぽいような感じの色のやつを買ってきました。お値段の方がなんと税込み2900円です。安い。安くない？あったかいの、そのパンツ。そう、あったかいんだよ。あ、そうなんだ。そう。で、今までキャンプとかでもよく履いてるんだけれども、とにかくあったかくて安い。ああ、いいね。なんで、要はキャンプ行って焚き火とかやるじゃん。焚き火とかやって、穴が開いてもそんなに痛ではない。要はキャンプ専用として履いても全然 OK だから、その辺がね、要はお気軽に履ける。焚き火の勲章をもらってもそんなに痛手がないということで、もう大のお気に入り、当然普段も履いちゃってます。そうだよね。そう、チョコのね、うちの愛犬の散歩行ったりとかするときなんかもね履いちゃってます。姉ちゃんか、一緒にチャンプ行くとき履いてるね。あ、嬉しかったはい、そしてもう一つ買ったのがね、パワーさん、靴下、靴下買いました。こんな感じのね、こんな感じの靴下を買いました。毛根素材っていうのかな。で、抜群の保温力。保温力。ね、ということで、すごいあったかそうなね、厚みのある靴下。指あり、5本指のね、指あり靴下ですね。これ買ってきました。3足で、これは980円。安いじゃん。これそれこそキャンプとか、アウトドア行くときに厚手の靴下、いいかなと思って買いました。次私はですね、はい、冬キャンプに行くときに、あったかいのが欲しいなと思って買ってきたんですけど、今回2つ買ったんですけど、2つともね、セール商品買いました。お、セール商品。そう、お値下げ商品買ったの。おー、ワークマンセール。ということで、まず。そのセールのところにお気に入りのやつがあればいいよね。そう、本当だよ。ね、セールでね。私が購入したの、まず一つ目がパンツですね、はい、ウルトラストレッチアンリミテッドパンツっていうものを買いました、はい、これね、去年か一昨年かなんかに一回ご紹介してるんですよ、これの黒のやつを買ってて、で、これめちゃくちゃあったかかったんですよね、なので、ママにもね、欲しいなと思ったんだよね、で、ママ欲しいなと思ってて買いに行ったんですけど、ママじゃ要はでかかったんですよ。そう、でかかったんです。入ったんです。早い話が。そう、セール品しかなくて、そう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 、で、このズボンが欲しくて、この短パンが欲しくて、はい、で、あ、セールになってるじゃん、安いじゃん、ママちょっと履いてみなよって、ママ履いたんだけど、ちょっとでけえなと。そう。で、ゆかりん履いたらちょうどいいなと。ちょうどよくない？大きかったよ。ちょっと大きかったです。大きかったけど、そこ重要なの。うん、そう、重要。大きかったけど、ゆかちゃん、ゆかちゃんだったらどうにか履けるっていう状況だったんで、ゆかちゃんの 今まで履いてたやつが、ちょっときつくなってきてた。きつくなってない？なってきてない。今まで履いてきたやつも十分履けるんだけれども、ママさんに、ママさんが履けるからってことでそういうことになりました。そう、そこ大事。大事。そう。お値段がですね、もともと税込み3500円だったのが、セールになって税込み2900円でした。おー、安い。安い。600円も安くなってる、セール商品。安いですよね。おー、いいね。で、なんかこの表面がちょっとポコポコしてるんですけど、ここにね、綿みたいなやつが入ってるんですよ。で、この
膝の裏側がゴムになってて、うん、立ったりしゃがんだりする時も動きやすいし、うんうん、なおかつこれ中側がすごいよね、うん、もしかしてもしかしてだけどアルミなんじゃないですか。アルミなんですよ。このお尻の部分がねアルミ素材になってるんです。これあったかいだろうね。これあったかいんだよね。あの自分の体温が外に逃げないようになってるので本当に冬は暖かくて、キャンプの時はもちろんそうなんですけど、あの釣りとか行った時に履いて もう風通さないし本当にあったかい。あ、釣りの寒さってキャンプの寒さよりも寒いからね。寒いから堤防とかだと風吹きっさらしだからすごいからね寒さが。そうだから釣りで履けるってことはもう最強で最強。はい、そしてですね、はい、あともう1点セール商品あったんですけど、はい、それがこちらです、はい、じゃん。おトップス。なんかこの頃見たことあるな。そう、見たことある。これもなんか上着、うん、ジャケットっていうの、うん、そういうのを持ってたんですけど、うん、これはインナーですね、うん、で値段が1900円だったのが、うん、なんと980円。おー安い安い。1000円もオフだったんですよ。いや1000円オフはでかいね。でかいでしょ、うん、でね、ほんとインナーみたいな感じなんで生地はすごく薄いんですけど、うん、裏側が全部アルミになってるんですよ、うん、だから保温能力高いんじゃないかなと思って買いました、うん、なるほど。だからこれインナーに着て、うん、上からフリース着たりとか、うん、そういう風にしてもあったかいかなと思って、うんうんうん、どうぞ。ということでこれ買いました、はい、次ーなんで顔が痒くなるの、こう撮影してる時ね。撮影してる時めちゃめちゃ鼻が痒くなる。鼻とか顔とか鼻がめちゃめちゃ痒くなるんだよ最近。パパと同じやつだね。うん、そう同じやつかな。ストレッチパンツ。そう、ね、履いたらねすごくね、うん、形が良かったんでこれ買いました、うんうん、黒。うん、でねこれねなんか四方八方にストレッチが効くってことで、うん、すごく履きやすいです。ああそうなんだ。そうで防風耐久撥水、うん、4D ってことで。え、俺のとちょっと違うの。違うのかな。名前違うよ絶対。ちょっと違うのか。ほら 4D 防水フォームウォームフォームパンツだもん。値段は一緒だけど、物違いだって。物が違う。若干違うもん作りが。ほら、あ、本当だ。で、撥水ってやっぱりキャンプの時って重要になるんですよね。あのほら洗い物してちょっと水がかかっちゃったりとかっていう時とか、ちょっとパパって払うと弾いてくれるっていうのが嬉しいところです、うん。いや、さっき四文字熟語を使ったのと思ってずっと痛かったんだけど、言ったら言ってなくて終わっちゃった。何だっけ、四方八方。そう、四方八方言ったなと思って。で、お値段が2900円でした。安い。普段ワークマンの岩盤履いてないから、うん、俺持ってないんだと思ってたのよ、はい、だから買いに行こうって買いに行ったの今回、うんうんうん、ね、うん、で買ってから、はい、持ってなかったんだよねって話をしたら、いや2本あるよって、じゃんじゃん。そう、え、持ってたのママ。あ、持ってる私に。そう、でもえ、だって履いてないじゃんって言ったら、うん最近履いてないとか。マジか。はい、続きましてこのベルトを購入してきました。はい、これもねカラー展開が何色かありました、でママが選んだのはこの黒です、うん、なんか普段ね、うん、ズボンが大きくて落ちてきちゃう落ちてきちゃうって言うんですよ。そうなんです。言ってるんですよ、はい、だからベルトをしなさいよって言ってたのパパ、はい、でなければ買いなさいよって言ってたんだけど、はい、めんどくさいかなとかなんとかっつってこんなこと年がら年中こうやってやってるから、いやそれの方がそれの方がめんどくさいでしょって、年がら年中こんなそれでトイレ行くときにさって、トイレ行くときなんか一日さずーっとさ何回も何回もずーっと行ってるわけじゃないじゃない、はい、でしょ。だからその時だけトイレ行ったときだけなんだから別にそっちの方がいいから買いなさいって今回ね。ああそうなんだ。半強制的に買わせました、はい、そう499円だったよ。そうそうそう、でちょっと洒落てるんだよね。そうバックルのところがね、そうそうちょっとねちょっと洒落てる感じで、そう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 、だからね年がら年中こんなことこんなことやってるから、だからもう強制的にねもう買っていただきました。買ってもらいました、はい、最後俺か。うん、あれ次ないの。次ユータはですね、はい、こちらの靴を買ってきました。おこれね、うん、なんか似てね。似てる。そう、某何かに似てない。そう、某シューズにねそっくりなんです。それもユータが持ってるやつ。そう、愛用してるやつにそっくりで、好きなやつ。そう、大好きなシューズ、ね、そっくり。そっくりだな。そう、撥水なんだよね。あ、撥水なんだ。だからちょっとした雨とかでも問題なく履くことができます。へえ。やっぱキャンプで履く靴っていつも同じようなやつを履いてたんですけれども、うん、今回リーズナブルで履けるような靴が欲しいと思い、うん、購入しました。うん、なんか
すごく似てるんだけれども、うん、お値段だけは似てねえな。うん、デザインがいいよね。ね、デザインがいいね。軽くない？すごい軽いの。あ、そう。で、なんかもう一つ買ってなかった、なんか。そう。これと、靴と、このシューズと一緒にね、うん、つける、うん、入れようかなと思ってたのが、うん、このインソールですね。なんかこれはなんか立ち仕事とかに最適なインソールみたいで、立ち仕事そんなのやってんだ。そう、これ要は足に優しいってことか。そう、要は簡単な話、うん、クッション性があるんだよね、うん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 、こういう感じで。そうクッション性があります。クッション性ない。キャップとか結構立ってたりするじゃん、うん、だからこういう弾力性のあるものがいいかなと思って、うん、一緒に購入しました。これ外してから入れるの？うん、外して外れる。これのインナーは外れる。あ、ほんと。ちょっと外してみる。うん、そのまま入れると靴のサイズがちっちゃくなっちゃうから。そうだね、サイズが。でもこれ自体が インソールがちょっと厚めだから若干小さくなる可能性はあるけど、うん、そのまま入れるよりもいいよね、うん、それよいしょ、これ外れた。おー、でそれでそのインソールがそのまま入る。そうこのインソールを、うん、このサイズもねカットできて、うん、まあ2種類ぐらいサイズがあって、うん、これは 24.5 から 25.5 まで使えます。あ、本当だ、カットして使える。あ、サイズがここに書いてある、ね、だからインソールもカットして使えるって。そうで、これ入れて履くという感じで。このインソールはいくらなの？このインソールは780円税込みです。780円。はい、まあそれとこれとで買ったって3000円しないんだからね。そう、3000円しないから。それでもって靴の履き心地がぐんと良くなるんだったら全然このインソールは入れても OK なんじゃないかなって思うよね、うん、すごいホールト感があってクッション性が良くていいですね。軽いです、靴が。インソール入れる前に履いたんですけれども、インソールを入れる前よりも入れた後の方がクッション性が高くなって、長時間立っていても歩きやすくて楽だと思います。はい、ということで来てみました。はい、完全に見てこの柄、うん、ミスマッチすぎる。ミスマッチすぎるね。でもそれとそれで着るわけじゃないからね。そうね。いや、履きやすい、やっぱり、うん、履きやすい、うん、あったかい、それで。うん、どう、うん、すごいいい感じね。チャックがね、ここにもあるんですよ。ここに普通にあって、ここにも。これチャック、チャック付きの。あー、ポケット。ポケットでしょ。で、こっちも、ここに普通のポケットがあって、ここにももう一つポケットがある。へー、いっぱいあるじゃん。後ろにポケットが2つ。ここにもポケットがある。なんかね、4D っていうだけのことあって、すごく履きやすい。履きやすいでね、うん、この屈伸がしやすい。うん、すごい、本当に屈伸しやすいんだって。しやすい。でね、うん、ここからね、しゃがむとね、うん、ここが出ちゃうのがすごく気になるの、ね、だけどこれはね、うん、結構ね、うん、もう形になってくれてるから、こうしゃがんでもお尻が出ない、うん、めっちゃいい。これもう本当に基本中の基本、嬉しい、うんうん、はい、私はこんな感じです。完全に上下合ってませんが、今回買ったやつを着ました。これ1000円引きのトップス、安定のこれアルミですね、裏が。だから着てて結構ポカポカする。で、ズボンもね、やっぱり履きやすいですね。いい感じですね。これで冬キャンプバッチリです。はい、ということで今回はワークマンの購入品ご紹介しました。これで暖かく快適にアウトドアに行けると思います。それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。